面白そうですね。これ面白いですね。これ面白いかな。これ決めっか。しますか。針金一箇所ぐらいか。石突き盆栽を作ります。石突き盆栽を作る。石突き盆栽だ。石突きもう始まってるみたいな。始まってるのが始まってる。一応ね、こうへこみを、利用して作る。あの鉢に入れないで、はい、だからへこみがちょっと多い方がいいかなって土が入るんで。そうですね、うん、だってこう石突き作るとは場合はこう不安定な形でこう使うけど、うんうん、安定した形で、安定した形で、うん、今は下に鉢を入れずに石だけでやろうと、うん、今まではこう鉢に入れていろいろ作ってたけどね、あとこれもこれも面白いかなって、ここね穴開いてるしね、うん、ただ根っこが持つかどうかは水が、うん、これ2つなしで、はい、これかこれに、これか見ていきたいと思います。こうどっちか、うん、でこの木は高長木、高長木、小さい花が咲くんだよね。花が咲きそうです。なんかこちらは盆栽大野さんで購入したものです。あ、大野さんのか。そう、こっちからちっちゃいんですよ。この石面白いこれ。ああ、そう、穴開いてるんですよね、それね。これだ、ちょっとこっちは不安定な感じです。ここが上がってるからね。うん、あと大丈夫なのこれ。ん大丈夫なの水管理は。水管理はもう、ハンタ先生に任せるんで。カッチャで任せるの意外とね、本当ね、豆鉢に植えたやつあそこに置いてあるんですけど、枯らしてないから、さすがだなんて。どこ、これが。いや、いいと思います。かわいい。ね、うん、これ行ってみようか。これ行ってみましょう。じゃあ、針金を。なんか、瞬間接着剤とかでくっつけます？ちょっとだから。うん、瞬間接着剤で。していいんじゃないですかね。作れか。今日はお手軽石突きって感じで。2箇所だね。2箇所。何ですか？これはね、なんだっけ、砂の代わり。砂の代わりなんだろう。これ砂入れないと固まんないんだから。そうですね。瞬間接着剤と砂を。何ですか、でもそれ。なんか綺麗な。うまくいくかどうか。いいかな。あ、こぼれちゃった。あれ、こぼれしない。どうすってみるか。意外と絡まったやつ、ね、絡まってる、ね、根っこが細いの、これ細いから解くのが大丈夫そう。くっついた、うん、どうですか。こんな感じでいくか。こんな感じで。これか。じゃあ接着剤が固まったので、次は化土土を。化土土。準備します。これでいいか。それって普通の瞬間接着剤ですか。普通の100円ショップで買ってきた。これ小さいと使い切りでいいんだよ。そうですね、すぐ固まっちゃうそうです。どうする？そこ開けるかい？ここは。うん？こうくっつけていく。前でこう出すか、ここに。こんな感じ。はいはい。あ、いいじゃないですか。立体感。うん。いい感じだな、これ。うん、これで固めちゃおう。固めちゃいましょう。縛らないで、これ針金で止めておくだけにするのか、これ。ああ、なるほど。じゃあこっちは見えないから、これちょっと多めに土つけとこう。赤玉混ぜないですか。入れろ。これ入れるか。はい、もう時間だって。
お餅こねてるみたいな。お餅こねてる。夏は乾いて剥げちゃうからな、これ。ちょっと土多く使っとくね、これ、はい。あ、これで安定性悪いな。少しこう落ちたいな。ここだよ。立たなかった？ここは立てで。お、すごい。かわいいじゃないですか。うん。かわいい、かわいい。かわいい。これ、あとこのラインで苔貼るか。そうですね。エイザンゴケ。赤いとこ使う？これを、どっかこの正面の見える位置にどっかね、植えれたら。この溝を使うか、これ。はいはい。その溝にちょっと植えますか。ずっと繋がってるな、これ。色がいいね、これ。くっくりで。うまくまとまるかな、これな。結構でかいな、これ。でかいね、ちょっとね。声上がっていくか。うん、その方がいいかもしれないですね。うん。こう難しいな。これは難しいね。こう切ってもいいんじゃない？どうなんだろう。あ、あんまり良くねえな、これ、うん。ちょっと石が見えなくなってきた。ここ。そうですね。白いとこ見せたんだ、うん、石を見せたから後ろだけでもいい気もしますよね、うん、まあ表はいいやな、これでね見えなくなっちゃうから濡れるとよくわかんないな、石これ色がここも後ろでしよう、これ苔を張っていきます。苔あんまり良くないな、これ。床がね、シダも見てます。土止めにいいよ、これ。そうそうそう。これ乾けば色が。そうですね。ちょっと乾石は後日とります。けど、シシシッとね、同じ色になっちゃうんだよ、これ。そうですね。けど、土が流れて。もう最悪、この正面のところ、うん、ここかぶるじゃないですか、ここ。うん、この木とこの永山苔が。うん、だからここもなくしちゃってここだけでいいような気もします、ね、うん、なくてもいいだよこれ。同じ色になっちゃってね。そうそう、隙間が全然なくなっちゃうから取っちゃおうか、これ。取っちゃいましょうよ。やっぱり石見せるだけじゃね、つけてくれ。ちょこったらいいや。ちょこったらいいですよ。このね、厳しさが見えねえんだよ、これ。そうなんですね。これ取っちゃう、取っちゃう、取っちゃう、取っちゃう。これは何かに使おうかと。戻してきます。こうあったね。もうちょっと綺麗なやつにしますね、これ。これ、これ以上ね。この土が染み込んじゃったんだよ。ああ、なるほど。下に水が溜まるから。そう。さっきの霧吹きでも。染み込んじゃったらダメ。これ張りすぎたな、これ。あれだっけ、土の裏だからいいやね。うん、っこう、あ、苔落ちた。大体終わったんですね。大体終わりましたが、うん、ちょっと乾かさないと。そう、色がみんな同じなんだよね。ケト土の色になっちゃったから。なっちゃってるんで、うん、ちょっと後日。後でね。完成。乾燥して、ブロワーでやるとみんな整っちゃうから。裏も見せる。整えておきます。裏もね。これも自然になるようにね、うん、しておきます。この穴がね。穴が見えなくなっちゃう。ここです、ここですよね。ここなんだよ。あったあったあった。見える見える。見える。なるほど。あ、これが邪魔してた。あ、今度でいいだ。しばらく時間は飛びます。ちょっと綺麗に苔張っておくから。はい、これは石につけてからちょっと少し時間が経ってるんですけど。1週間後です。うん、1週間ぐらいで、こう花が咲いてきた、こっちの。花がね、咲いてきました。ね、可愛くていいじゃん、これ。はい。ちょうどこの石に合ってると思うよ、ね、うん、この小さい。で、苔も落ち着いてきたよ、これ。そうですね。
ただ1週間経って小金白が、まあ根があれば生えてくるんで大丈夫。最初ねこれ真っ黒だったけど少し乾くといくらか違うと思う。そうですね、石の感じが出てきて、うん、ここね一番の石の見どころ穴見えるかな。ここもうちょっとこっちです。ここか見えねえな。あ、ね、ここここ穴がね、穴がね、これが見どころなんですよ、はい、でこの木をこう後ろから、木が後ろから出てきて前にグーって張り出してから、はい、結構立体感あると思うんですよ。立体感ね、この辺から見ると、うん、1週間経つと結構もう落ち着いてこう持つと思う石につけたんだけど。あ、本当ですか。で今回はこれ鉢に入ってないからね、はいはい、石のくぼみに入れて毛縁で折った中で針金はちょっと一応止まってるけどね、はい、ただ夏場はね水管理が、ね、あの大変だと思うけどなかなかいいですよこれ、はい、結局ね正直お金もかかってないし、うん、多分1000円も全部で1000円かかってないんじゃないかな。そうなの。かかってるかな、1000円ぐらい。これ石で1000円じゃ買えないでしょ。これ500円で買いました。500円だった、うん、掘り出しもんだね。そうです、まあ、そういうのもねあるんでぜひとも。これだけ、ね、楽しめるのもこういうのいっぱい作って。そう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 、ね、今度松もやりたいんですよね、うん、いろんなやつ作ってもいいと思うよこれ、うん、もう片手でねこう持てるんだから、はいはい、抱え持つんじゃなくてね小さいのいっぱいあってもいいと思うんですよ、はい。ただあの勤めなんか行ってる人だと、うん、夏場の管理がちょっと難しくなるので、ね、そうそうそう、それなりにその場所作っておいておけばね、うんうん、楽しめると思いますよ。これこんな綺麗な花、小さい綺麗な花咲くと思わなかった。本当ですね。でももっと大きいかなと思って。じゃあぜひ皆さんも、はい、チャレンジしてみてくださいと。え？チャレンジしてくださいって。締め締め締め、もう締めですよ。締めるか。こうやっぱり今の時期ね。花が咲いたり、芽がぐって伸びたり、はい、緑が綺麗です、はい。今の時期、春は黄色、黄色の花が多いです。はい、夏は白、うん、秋は紫っていうの色、花の色も大体その季節によって変わってくるんで、そういう見方もいいんじゃないかな。はい、それおすすめはさ、さし木。増やしてください。そうですね。ちょうどこれ多分5月の。前半ぐらいに上げてる動画なんで、小さいのいっぱい作れるから挿し木いっぱいしてください皆さん。雑木なんか1年でもう見られるように作れるからね。そうですね。今回あの面白いのができたと思います。ありがとうございます、はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございます。なんだっけ、ホース作り。ホース作り。ホース作り。半分ぐらいだもんな。終わり切って。切ったの？半分ぐらいだ。切っちゃいますよ。あ、半分残すとか。半分ぐらいってこと言うと。ああ。切れないこれ。猫切っちゃダメです。すごい顔してる。もう上出しやばいね。うん、どこ、これか。うん、ここ切れ目あります、先生。あれ、うち間違えちゃった。ここか。さあどうなってるか。セット。大丈夫だよ。根っこが折れた。これくらい出しとくか。水揚げそのままのがいいですか。全部出しちゃうかい。ちょっと見たいですね。見たい。これ根っこもうこれ色なのね、これね。あ、出てるよこれ根っこは。ね。もういらねえんだよ。足元が見たい。わからん。いますよ。赤い。いいじゃん。細くてもね、下にまで行ってれば多分根が生き残るから。うん、あ、これはこの辺ダメですね。だから出ちゃった。これダメだ。これダメですね。そんな来ちゃダメ。よくわからん。